ロクタです。ペンギンの兄弟が何やら話をしています。とっても楽しそうなので、こっそり近づいて何の話をしているのか聞いてみますね。アリペンギン。おい、弟、お前こういう音出せるか？アリペンギンは力を込めておならをします。弟ペンギン。なんだよ兄ちゃん、そんなの簡単だよ。あんまり俺を舐めてんじゃねえぞ。プー。おい弟、違うよ。そんな貧弱な音じゃねえよ。いいか、もう一度やるからよーく聞いておけよ。兄ちゃん、そんな俺だってできるよ。ちょっと体が大きいからって生き合ってんじゃねえぞ、こら。プスーだ、なんだそれ。すかしっぺこいてんじゃねえよ、いいか。音は、プじゃねえんだよ。PU じゃないんだよ。PU。プだ。よく聞いてろよ。そうか、兄ちゃん、BU だな、BU。ば、び、ぷ、ぺ、ぽ、の、ぷだね。よし、聞いてろよ。ぷ。違う！だから、BU だって言ってんべ？ぷだよ。え？ぷだ？あの悟りを開いたというインドの、ん？弟、お前何言ってやがんだ。あ？え？ブッダ？ブッダ？ブッダ！ゴーダマシッダールタ。かっこぶった。今からだいたい2600年くらい前の話です。インドにブッダと呼ばれた人がいました。その人の名はゴーダマ・シッダールタ。お釈迦様のことです。シッダールタ王子は19歳の時にヤショーダラという娘と結婚し、ラーフラという子供が授かりました。しかし、シッダールタは29歳の時に人生の真実を追求しようと志し、出家します。妻と幼い子供を家に置いて出家ですよ。あなたにはできますかね？今の俺には無理かな。シッダールタは仙人のもとで修行をし、ある境地に到達しましたが、それを究極の境地として満足することができませんでした。なぜなら、その方法では人の煩悩を救ったり、真の悟りを得ることができないと感じたから。シッダールタは次に様々な苦行を6年間行いました。断食修行をしていたときに、自分の体が骨と皮だけになった。それを見てシッダールタはこう思いました。過度な快楽が不適切であるのと同様に、極端な苦行も不適切である。そのように悟ったシッダールタは、苦行をやめたのでした。35歳になったシッダールタは、川で沐浴をした後、ピッパラジュの下に座って瞑想に入り、悟りに達して、ブッダとなりました。
その後、ブッダは悟りの楽しみを十分に味わい、悟りの内容を世間の人々に語り伝えるべきかどうかを28日間考え続けたのです。最終的にこういう結論を出しました。法を説いても世間の人々は悟りの境地を知ることはできないだろうから、語ったところで徒労に終わるだけだろう。そんなブッダのところに梵天が何度も現れ、すべての生きとし生きるものに説くようにと強く請われたのでした。最終的にかつて苦行を共にした5人に悟りについて説いたと言われています。X ブッダ、新たなる悟りへの道。時は2015年8月、今から2年と4ヶ月弱前のこと、新たなるブッダの物語が始まろうとしていました。X ブッダ、次世代の教育者。従来の教育システムが機能しなくなった現代、新たなシステムを構築し、国民の教育環境を整えることが喫緊の課題となっていました。立ち上がったのは1羽のペンギン。日本語を巧みに操り、聞いた人を次から次へとファンにするその姿はまさにブッダ。もしくは宇宙人。教育とか言っちゃって、変なお利口ブッダ、貧弱野郎がヘラヘラしながら教えてるんじゃないの？そんな風に思うかもしれないんですけど、そうですね。どんな方法を取るかはあなたにお任せしますが、一度仙人さんの音声を聞いてみるのが早いと思います。かなり中毒性がありますので、洗脳されやすい、意志の強くない人はご注意ください。もしあなたが仙人さんに洗脳され、なんだかわからないけど全額寄付したくなっちゃったとか言ったとしても、俺は責任は持てません。あくまでも自己責任でお願いします。いや、ロクちゃん、そんな風に言われると逆に聞きたくなっちゃうね。いいから音声のありかを教えろ。そんなあなたに特別にこっそりお教えします。